押井守監督のゴースト・イン・ザ・シェル合格機動隊のテーマ曲である歌いが民謡コーラス、太鼓の演奏付きで披露されています。この曲の詞は古語で構成されており、作詞作曲を手掛けた河合さんは詞を作る際に古代日本語の文法を研究された上で万葉集などから大和言葉を探したそうです。演奏は民謡の歌い手が集まる西田和江社中さんが担当されています。歌詞はこちらから、意味はいか、あがまえはくはしめえひにけり、あがまえは出る月と読むなり、よばひに神山下りて、夜は明けぬえとりなく、とほか見え見た目、その神秘性や力強さに、外国人からは感動を伝える声がたくさん寄せられていました。押井守監督のゴースト・イン・ザ・シェル合格機動隊のテーマ曲である歌いが民謡コーラス、太鼓の演奏付きで披露されています。この曲の詞は古語で構成されており、作詞作曲を手掛けた河合さんは詞を作る際に古代日本語の文法を研究された上で万葉集などから大和言葉を探したそうです。演奏は民謡の歌い手が集まる西田和江社中さんが担当されています。歌詞はこちらから、意味はいか、あがまえはくはしめえひにけり、あがまえは出る月と読むなり、よばひに神山下りて、夜は明けぬえとりなく、とほか見え見た目、その神秘性や力強さに、外国人からは感動を伝える声がたくさん寄せられていました。